あれどこだっけな。こんばんは。うん、あった。ごめんなさい、間に合わなかった。1分過ぎちゃった。どこで配信するのがいいのかな。こんばんは。ギリギリでした。ちょっと道が混んでて申し訳ないです。無事広島に帰った。いいえ、今日も東京ですよ。はい。インガ。10時前をお知らせします。星を貯めてもらっててありがとうございます。ありがとう。そう、今日は道がすごく混んでました。どこで配信したらいいんだろうな、ここって。ああ、うんうん、台風の影響かな。そうですね。ちょっと待ってね。ちょっとこうすればいいのかな。よいしょ。こうしたら、あ、こうしたらいいのかな。あ、よいしょ。これもちょっと向こうにしよう。ちょっと見えちゃう。収録お疲れ様でした。ありがとう。はい。あ、昨日、そう、なんか怖い。そうなんです。昨日とは違う部屋です。はい。そうなの。違う場所にいます。東京なのは変わりないですけど。そうなんです。なんか東京、一重に東京って言っても、私はこの1週間てか1ヶ月泊まることもあるんだけど、東京に前1ヶ月同じホテルじゃなくて変わりますね。はい、そうなんです。握手会のみんなと一緒の時はここ、一人の時はここ、ここの仕事に近い時はこことか、なんか仕事によってホテルが違ったりし、まあどこかは内緒ですけど、内緒。杉谷さん、アイスキーン。りゅうじさん、タコ。でこさん、タコ。ベガスマンさん、クマ。ありがとうございます。ここだと電池が届かないんだよね。のりやくすさん、流れ星きらーん。そのまま消えます。
よいしょ。一瞬みんな消えます。さよなら、さよなら三角、また来て。四角、四角は、四角は豆腐。あ、こうすればいいの。ちょっと待ってね。じゃあ滝の意味子で暗闇。何を忘れて線の彼方を目指して、ある絵が聞いたら落下する夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか。僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々。謎のところの海がほら置かれているように。はい、完成。ちょっと場所を移動しました。橋圭さんいいね。しょうちゃんさんタコ、しょうちゃんさんタコ、ほうちゃんさんタコ、ほうちゃんさんタコ、ほうさんタコ、ほうちゃんさんタコ、ほうちゃんさんタコ。うん、のりひくすさん、ちょっともうちょっとこうしよう。よいしょ。くまたわ、ありがとうございます。くまたわ、くまたわしちょい、くまたわしちょい、ありがとうございます。くまたわ、ありがとう。鳥海浩二さんタコ、ほうちゃんさんタコ、ソンワさん、くまたわありがとうございます。くまたわっしょいわっしょい、くまたわっしょい、ありがとうございます。ほうちゃんさんタコ、ほうちゃんさんタコ、みつきんさん、アイス、かずきちさん、いいね。かまさんもにだ、ありがとう。ほうちゃんさんタコ、そう、ゆみりん調べではですね、今朝はですね20分20分20分15分、そして間の10分、はい、足して20分20分20分15分で、10分は85、は25分だから、2時間5分、違う、1時間5分、違う、1時間35分、あと1時間35分できます。はい、それで、あ、かわいい、なんか髪がちっちゃくなってる、かわいい。指に調べ、信用、信頼だ、ありがとう。1時間35分だから、今52分からなんだよね。21時51分からやってるから、21時51分から22時52分から23時53分からにしたいから、からうん、から95分あって、最後に7分使いますので、88分、88分を2つに分けましょう。
ほーちゃんさんタコ、ほーちゃんさんタコ、ほーちゃんさんタコ、なかちゃんさんタコ、皆さんぜひカウントと星投げをよろしくお願いします。44分ずつ、いいね。どうする、44分ずつやる、それとも1回でガッて開けますか。どうする、44分ずつやった方が星が集めやすいのかな、一気にガッて開けるより。最後7分って短くないかな。最後は7分しかできないので、もう枠と言いますか、お昼夕方のみたいにお名前は呼ばないで、最後10分は欲しいかも。でもあの1時間なので最後は10分はできないんです。もう53分からしかできないから、なんて言ったらいいんだ、合ってるよね、私合ってる、私が違う、今51分からやってるから、50分からやっちゃうと切らリセットされないから、合ってる、分かんない、ごめんなさい、私すごく疎いので。時間から合ってる、よかった。じゃあ、ちょっと細かい、めっちゃくちゃ細かいんですけど、みんな覚えてください。みんな見えるよこれで、こんな感じで。よろしくお願いします。リキラさん、桃太郎さん、クマ、ありがとうございます。あとはフルフルさん、タコ、マキマキさん、タコ、ジモンジさん、タコ、ナリバーさん、タコ、アキンドさん、アイス、西宮のヨネさん、タコ、すごい15分で6000人も見てくれてる、西宮のヨネさん、タコ、西宮のヨネさん、タコ、ノリエクさん、いいね。ぜひ皆さんコメントをたくさんください。
今日はですね、実は住友さん、くま、かもさんもにだ、あ、大先生さん、くまたわありがとうございます。くまたわっしょいわっしょい、ありがとうございます。くまたわ、くまたわっしょい、大先生さんありがとうございます。カウントだけでもお願いします。50カウントだけでもお願いします。そう、私のいるところは台風は大丈夫でした。でも今日お仕事に行くときになんか車がすごく木が折れてたりとか、そうなの、電波が悪い。ひろしって呼んでさん、くま、ありがとうございます。ひろし、ありがとうございます。やっぱり Wi-Fi 今ね、ちょっとね、甘え、 Wi-Fi は甘えなんだけど、今 Wi-Fi 使ってるんだよね、ホテルの。ホテル変わったからワンちゃんいけるかなと思って、ワンちゃんいけるかなと思って、そう、ギリギリ大丈夫？そう、パパにね、 Wi-Fi 使えって言われた。ファルコンさん流れ星、ありがとうございます。そうなの、ハムさん、クマ、カップンカー、そう、 Wi-Fi は甘え。ヤスさん、クマ、もし見づらかったら、めっちゃ止まったら言ってください。もう一個の携帯があるんで。サンプくんさん、タコ、ユキさん、タコ、今日はですね、何の収録だったでしょう。そう、あ、リキヤさん流れ星。私あんまり毎日アイドルっていうか毎日配信しないし、こんなに配信しないから、いつも朝配信しないじゃないですか。で、夜1時間とかだから、多分なんかちょっとギガ、あれショールームって1時間1ギガ使うの。だからそう、多分めっちゃ使ってるんだと思う。うち家族でシェアギガなんですよ。私が使うと、みんなが、私が使いすぎて速度制限になると、みんなが Wi-Fi を甘えております。ブラボー、ブラボーも、ブラボーも、そう、ショールームは食いしん坊なんです。パクパク、ちょっと見てみよう。自分のとこで見れない。あ、ありがとうございます。トリダーさん、ブラボー、ブラボー。ライバーさん、キーン、ちまささん、タコ、今日はですね、夜ラジオの収録でした。10月5日、夜23時頃かな、トークアバウト、 TBS さんの収録をしてきました。はい、
カラさん、クマ、もう解禁、そう、もう解禁していいって、アリさん、クマ、あーアリさん、タコ、はい、ですね、鉄道スペシャルということで鉄道のことをたっぷり語ってきました。うん、そうなんです。お、ランウェイの日じゃん。じゃあランウェイ後に聞けたらいいですね。ちもんじさん、キーン、ありがとうございます。そうなんです、ラディコプレミアムで聞けると思います。うん、はい、ぜひぜひ。ただ私はもう本当に面白くって、前の話が、はい、そうなの、だからわはははってずっと笑ってた。あ、じゃあテロップに書こう。ハンガーダンさん、クマ、ありがとうございます。ケンさん、いいね。そう、鉄道で呼んでいただくのすごい嬉しいですよね。うん、ぜひチェックよろしくお願いします。他の出演者さんはまだ内緒です。じゃあマキマキさん、タコ、オリエクスさん、キーン、リセちゃんさん、タコ、ハンちゃんさん、タコ、うん、明日朝何時なんだろうな、集合。ゆうきさん、タコ、聞いてみよう。今日はどこで公演してたの？羽田って、羽田のどこ？羽田、羽田空港、羽田空港の中の劇場。へ、羽田空港の中にそんなところがあるんだ、いいなぁ。うーん、そうなんだ。ひどかったみたいね。瀬戸セブンもね、やってみたいですね。 AKB もやってるんだ。へえ、セブンもね、セトセブンの話してる時のユミリンがすごく好きね。え、セトセブン公演やりたいな、うん、わちゃわちゃがまた見たい。ストビューラック見たい。今日なんと皆さん、これ言っていいのかな、いっか、
なんとですね、今日はアセトブラック推しです。その皆さんに朗報、なんと今日はアセトブラックさんのお誕生日です。イエーイ。そう、瀬戸ブラックさんは知らない方のために、瀬戸ブラックさんはたまに瀬戸セブンの公演に出てくる人です。なんか、ま、黒いマントを勝手に着て、たまに。おめでとうございます。多分この配信は見てないので、ぜひなんか、いやじゃない、ツイッターのさ、公式とか見てんじゃないかな。最新の、2時間前のやつとかさ、みんな、瀬戸ブラックお誕生日おめでとうって、なんかね、返信見てた気がする。瀬戸ブラックさんが見てるのかは知らないけど、なんか、瀬戸セブンの公演の時に、瀬戸ブラック、来てくれて嬉しいとか、なんかみんなが公式にさ返信してくれてるのがすごいなんか嬉しそうにしてたから、多分公式ツイッターの返信したら見てくれるんじゃないかな。瀬戸ブラックさんレディオに出てたね、神出鬼没の。みずさん、アイス、のりへいさん、のりへくすさん、くまたまありがとうございます、のりへくすさん。くまたましょいわっしょい。ありがとうございます。くまたましょい。ありがとうございます。ありがとう。なりばさん、いいね。のりへくすさん、ありがとうございます。みずさん、流れ星。タネさん、瀬戸ブラック好きな子、熊田はありがとうございます。じゃあこれは瀬戸ブラックさんに向けたお誕生日コマッション、ありがとうございます。熊っしょい、ありがとうございます。そう、みんなぜひ公式さんにね、温かく、終わってからでいいんで、ね、言ったら多分見てくれるんじゃないかな、わかんないけど。橋健さん、ブラボーブラボーブラボー、ありがとうございます。ちまささん、タコ、もう1万人、早い、ありがとうございます、ありがとう。瀬戸ブラックさん誕生日おめでとうございますって書いてくれてる。朝配信ペースですね、朝配信ペースですね。私1時間で2万人いったら朝配信をするっていうやつなんです。ソーヤンさん、タコ、661号さん、アイス、ちまささん、タコ、そうなんです。今日も朝配信したんですけど、そっか、でも35分までだから、そっか1時間やんないから、うん、都市伝説でしょ。マスミヤさん、タコ、マスミヤさん、お前ここタコ、なんか総選挙速報の日のに2万人行ったのかな、確か、うん。それで次の日朝配信した。
明日の朝がね、ちょっとまだ何時か分かんないんだよね。何時なんだろうな。カウントだけはしたいってありがとうございます。ぜひカウントよろしくお願いします。なにばさんタコ、おしもおしもよろしくお願いします。萌えきゅんさんが来てくれた。萌えきゅんさん、萌えきゅんさん、滝野です。ありがとうございます。すごい、こんなに私応援してもらったことないからすごい嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。萌えきゅんさん、キュンキュン、ありがとうございます。50カウントお届けしてる、ありがとうございます。うん、大前世さん、熊タワー、ありがとうございます。熊タワーしちゃいわっしゃい、ありがとうございます。大先生さん、ありがとうございます。くまっしゃいくまっしゃい、ありがとうございます。今日は午前中、病院の他に歯医者に行ったので、ちょっと口の中が痛いです。でもなんか、はい、ワイヤーがちょっと太くなりました。うん、そう、いろいろ大吉さんタコ、そうなんか、はあ、って感じ。のりゆくさん、キーン、ありがとうございます。さあ、なんかね、なんか針金が刺さってる感じ、なんかちょっと尖ってるところがあって、そこがまだ慣れないから痛いんだよね。ゴーセブンさん、くまたわありがとうございます。くまたわ一緒一緒い、ありがとうございます。ゴーセブンさん、くまたわありがとうございます。くまたわ一緒一緒い、ありがとうございます。
明日はリト、そう明日はね、明日は割と朝遅め、夜早めにできるかも。9時半ぐらいからできるかもしれない。ううん、9時にはできるかもしれない。あ、お帰り、お疲れ。ああ死んじゃった今日2公演だったの？2公演、うん、本当に空港の中なの？そう、空港のその下が国際なんちゃらの受付やってるとこだったの。すごい、やばい、やばい、やばいんご。あれ、頑張ってね。頑張るね。ごめんね、だからちょっと夜まで配信しちゃう。あ、じゃあなんかいろいろ言っちゃおう。あ、やった。何も言わん。何も言わんのかい。いや、なにばさん、ありがとうございます。そう、でもね、どっか行っちゃった。そう、フルフルさん、タコ。そうなんです、サステナブルのねやつがあるからね、一緒なの、うん、あれきりこれきりどんなの、寂しすぎるじゃない、どんなことあったとしても、ふふさん、タコ、のりえさん、タコ、そう、来週、あいちごさん、タコ、来週、エムステに出演します。サステナブルは維持するとか継続するっていう意味です。はい、そうなんです。あ、今週、そっか、もう今週になるんだ。ちょうちゃん、初登場ね。うん、イエーですね。あとアイズワンさんも出るので、そう、アイズワンさんに会えるのが楽しみで、会えるのかな、会えるよね、楽しみ。猫や猫や、あ、もうそろそろか。ありがとうございます。じゃあちょっと壇上をお読みしたいと思います。13位フルフルさん、ありがとうございます。
12位がユミジャ、サナヘイさん、ありがとうございます。ガムザムニダ、ユミジャはね、なんとなく3文字だったらユミジャかなと思って言ってみました。違ったらごめんなさい。11位に篠宮のヨネさん、ありがとうございます。10位が一文字さん、ありがとうございます。9位が力也さん、ありがとうございます。8位がナリバーさん、朝から楽しい配信ありがとう。こちらこそ朝からありがとう。7位がトリダーさん、ありがとうございます。6位ほーちゃんさん、シャハユミリンが大好き、ありがとうございます。5位がソンアさん、ありがとうございます。カマタムニダ。4位がタネさん、瀬戸ブラック好きなぞ、ぜひツイッターで言ってあげてください。あ、じゃあこれちょっと写真で送ってあげよう。このありがとうございます。3位がハチケンさん、10月5日仕事だけど全力で応援する、ありがとうございます。よろしくお願いします。2位がノリヤクスさん、瀬戸ブラック生誕祭、ありがとうございます。伝えておきます。さっき写真撮りましたよ。第1位が大センスさん、今日のマンゴーのアイスクリーム作った、あ、今日マンゴーのアイスクリーム作った、すごい。大センスさんの料理は何でも美味しそう、いいなありがとうございます。大センスさん、赤ちゃんさん、タコホルールさん、タコ、ありがとうございますかな。あいちごさん、タコかな。他に呼ばれてない方いませんかね。あ、あと1分だ。じゃあ次は10時52分からです。ぜひ皆さんお待ちしてます。配信スケジュールはこんな感じになっております。ふん、それでは皆さん、後ほどバイバーイ。後ほど。